ということで、えー、県の一口英語教室の時間でございます、えー。この時間はですね、まだまだ英語が苦手な日本人に、えー、もうかっこいい英語を覚えていただいて、少しでも英語力をアップしようという、えー、そういう番組でございますが、今日覚えていただくのはこの Catch 22。皆さんご存知ですか ?Catch 22。あ、それは Catch 22だねとか、 そんなことやってるとキャッチ22になっちゃうよみたいな感じで使われるんですけど、これはですね、有名な小説があるんです。まあ戦争小説なんですけど、そこからまあ派生しまして、 そのタイトルなんですけどね、キャッチ22っていうのは、えー、そこから、ニッチもサッチもいかない、出口がない状態をキャッチ22と言うんですね。で、なんでそれがキャッチ、このキャッチっていうのは、まあ、罠とか仕掛けとか、えー、そういう意味ですよね。あれ、フォアツザキャッチとか、それなんか罠は何なのっていうふうに聞いたりもするんですけど、その22ってどういうことかって、これは軍旗22っていう、だから軍の規則のね、22っていうのがあったんですけど、それを、まあ、 元に書いてあって、つまりですね、もうこれもうどう考えてもこの戦場はもう不条理で無茶苦茶でここから出たいな。でも、なんか出たいと思ったらクレイジーであるってことを証明せばいいんですね。もうその精神が正常じゃない。クレイジーだからもう、えー、そこから出なくちゃいけない。だからもうそんな軍の勤務なんか続けられないじゃないですか。だからクレイジーであるってことが認められれば、えー、その状況から出られるんですが、でも自らほ、ね、 あの、上官に、すみません、私はちょっとクレイジーなんですけどって申告したら、あれ、お前でも、クレイジーって申告できるってことは、正気を保ってんじゃないのって言われちゃうじゃないですか。つまり、その厳しい状況から逃れるためにはクレイジーじゃなくちゃいけない。だけど、その、自分で自ら申告したら、それはクレイジーじゃないことになる。どっちにしても、その、絶望的な状況から逃れられない。 これがキャッチ22っていうんですね。皆さんあの、覚えてくださいね。これだから今日は、この c a t c 22という、えー、まあ、このフレーズをね、覚えていただいたんですけど、えー、参考になりましたかではこれから皆さん、えー、日常生活の中でキャッチ22、あ、それは c a t 22だねっていう風に使ってくださいね。はい。それではまた次回をお楽しみに。えそれはちょっと 現代の日本の例としてはちょっとわからない現代の日本は、そういう戦争とか、そういうものは遠いから。あ、それではちょっとわかんない。もっとわかりやすい例えを使ってくれ。キャッチ20っていうの。うーん、そうですね。キャッチ20っていうのわかりやすい例えかうん。あ、そう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 。小池百合子さんという東京都知事がいらっしゃいますよね。で、東京都知事、小池百合子さん、今度また東京都知事選があるってことで。えー、それで、その、まあ、 え、出馬されるんじゃないかなって。大人気ですよね。小池ね、小池由里、由り子、東京、東京そっき、ミノイのタヌキとか言われて。素晴らしいですよね。本当に。それで、その小池由り子さんなんですけど、カイロ大学卒業。カイロ大学を主席で卒業とか昔、昔あ、昔じゃなかったあの、おっしゃってるじゃないですか。で、あれ、あの、まあ、まあ、いろんなことで嘘だって言ってる人がいるわけですよね。そのカイロで同居してた方、 それから、えー、小池さんに頼まれて、その、エジプト大使館のホームページに掲載された、なぜか日本語と英語で、あの、アラビア語がないっていう、え、この、この文章で、え、海洋大学を、えー、ちゃんと小池百合子は卒業してますよって言ったんですけど、それを実はでっち上げた人が名乗り出ちゃったというようなこともあってですね、え、で、あの、その小池百合子さんなんですけど、えー、その、まあ、 候補者のプロフィール、写真、えー、なえー、と、選挙の時のプロフィールに嘘を書くと、これはなんか法律違反でなんか捕まっちゃうんですね。懲役何年みたいになとこ。それは笑うところじゃないですけど。なんで、今回の都知事選挙に、えー、出るときにね、もしカイロ大学卒と書いてあったら、それもし嘘だったら捕まっちゃいます。緑のためきが牢屋のためになっちゃうわけですよね。 だから、それ書くとまずいかなって、じゃあ今度書かないことにすると、あれ今まで言ってたの嘘だったのって。カイロ大学卒というのを、カイロ大学卒業というのを書いても地獄。書かなくても地獄。はい、これがまさにキャッチ22の状況ですね。わかりましたか小池百合子さんが今いらっしゃる状況がキャッチ22の 状況。カイロ大学卒業と書いても地獄。書かなくても地獄と。わかりやすいですかはい。はい。ということで、えー、今日の一口、えー、会話教室ですね。キャッチ22を、あのー、ご覧いただきました。はい。ん何キャッチ h 22っていうのはどうしても何、何もうそこから逃れられない状況なのかそれだと希望がないから最後に希望を。 まある一言言ってくれ。そうですね。ですから、小池百合子さんの場合ですと、回路大学卒って書いても地獄、書かなくても地獄なんで、うん、一番いいのは、正解引退しちゃうこと、ことですかね。正解引退しちゃえば、もう、そういうこと書かなくても済みますからね。ということで、あの、そうですね。えー、結論としては、小池百合子さんが正解引退すると、キャッチトゥエンティというか逃れられると。はい。 それどういう結論でしょうか参考になりましたでしょうかはいということで、えー、今回の、えー、フレーズはキャッチ22でした。はい、ありがとうございました。勉強になりましたかえ、英語の勉強じゃなかったんじゃないかこれは全体がコメディなんじゃないか知らんわ、そんなの。<laughs>